まあ、PL の高校の大先輩でもあります。二言三言アドバイスを送りました。ですからね、 初登板っていうのはね、やはりそのイニングの頭からとかね、そういったそのランナーなしからこう生かしたかったと思うんですよね。ですね。これもボールです。状況が状況ですから、もう全然気持ちは違うと思うんですよね。はい、これ慣れればそんなことないと思うんですけどね、初登板ですからね。はい、これはオープン戦の成績であります。さあボール3、これはストライクです。パウエルが一つ見送りました。142なんですけどね、打者にとっては思った142以上 の、 その威力があるんですよ。速い、はい、早く見えるんですよね。はい、しかもなんかこう高橋さんちょっと浮いてくるような感じの、ね、そうですね、波がありましたね。はい、指先かかってるっていうですかね。はいはい、初速と収束があまり変わらないタイプのピッチャーなんですよね。はい、さあラストボールだ。あっとちょっと低いか、ボール、結局フォアボールです。ここからはスポーツ SSK トヨタ自動車とご覧のスポンサーの提供でお送りします。まあ、この辺はピッチャー出身の高橋道武さんにちょっとその入り木の気持ちをですね少し読んでほしいんですが。そうですね、やっぱり最初出たところがね、一塁三塁大事な場面ですよね。はい、あの時にストライク先先行しよう、まあ、まして相手は首位打者ですしね、その気持ちだけで今向かってたと思うんですよね。今のフォアボールでちょっと落ち着いたんじゃないですかね。あ、逆に、はい、広沢が追いますがファールグラウンド。そうですか、フォアボールで落ち着いたかもしれない。状況的にはもうあそこのパスボールで二塁三塁ですからね、フォアボールというのは仕方がないと思うし、はい、最後のボールは低いですけどいいボールですからね。はあはあ、はいはい、ですからこのゴメスをうまく取ればということで、 今の方でも落ち着いてると思いますけどね。はい、そうですね、ワンスリーからの空振りさせましたよね。はい、あのボールが本来のボールなんですよね。はい、それが出たっていうんでそういった気持ちあるでしょうね。まあ、あの村田の要求したところとはだいぶ違いますが、それにしてもゴメスが押されてますね。威力はありますね。ありますね。はい、今日は三塁ゴロと併殺だ。追い込んでいます。ワンアウト満塁、二遊間は中間守備からちょっと下がり気味。ストレート、右中間、右中間、ボールが落ちた、タイムリーヒット、また2点が入ります。そしてなお一三塁、7対4。高橋さん、今の対決どうですか。今のはね、僕も本当に今山本さんもその前に言われたんですけど、もうボール球要求してるんですよね。村田がね、はい、僕これ高めでしたらもうこんな形にならないと思います。空振りしたかもしれませんしね、はいはい、ポップフライド終わったと思うんですけど、ストライク入っちゃったんですからね。これやっぱりもういわゆるサインミスですよね、完全に。まあ、ボール球を要求してそれが低めに、その前のボールもそうでしたね。はい、ということはやはり入木のその初登板というのがこの緊張している度合いといいますかね、これがあると思うんですよね。あえてこの場面で長嶋監督は入木を投入してまいりましたが、高めに投げようとはしていると思うんですよ。ですから高橋さん、よくピッチャーというのはどうしてもストライクを投げてしまうんだとこう言いますが、よく現れてますね。というかもうとにかく力いっぱい投げ込んでやれっていう意識しか今なかったと思うんですよね。なるほど、はい、そういう部分ですね。だからボールだけを僕は通用するボール持ってるんで、もったいないですよね、こういう垂れ方がね。はい、はい、まあ、状況ですね。うん、はい、初
登板の状況ですね。はい、なおワンアウトで一塁三塁であります。これはファウルボール。吉田さん、はい、神宮球場ですがヤクルトが勝ち越しました。4回裏古田の1号ツーランが出まして3対1となっています。で広島の紀藤なんですけれども、2回と3分の1を投げて54球、ヒットが4本、2つのフォアボールと、何か怪我で交代という情報は入っておりません。あ、そうですか。はい、続きまして横浜スタジアムなんですが、6回の表阪神が檜山の1号スリーランで3点、4対3、1点差になっています。お、1点差に阪神が追い上げています。そしてパリーグはご覧のようになっております。各地とも点の取り合いというナイトゲームになってまいりました。それにしても5回の表中日は一挙6点、なおいいチャンスであります。ワンアウトで一塁三塁。これで吉田さん、はい、横浜スタジアムハイアットの2号ツーランが出まして阪神5対4と逆転しました。おお、逆転、ハイアットが早くも2号ツーラン。なお5回の表中日ドラゴンズは音からの攻撃でありました。したがって打者一巡、音がガルベスのシンカーですかね、右手一本でうまくライト線持ってったんですね。これはレフトに上がりました。レフト前進、パウエル三塁ランナーはそのままです。これで2アウト。しかし山本浩二さん、考えてみますと中日もこの山崎大砲、はい、この辺の下位打線が当たると当然まあ上位につながりますから、こういった破壊力は運ありますよね。あるんですね。まあ、現前も星野監督はやっぱり山崎大砲の子言ってましたよね。今日はこれをつなぎましたね、山崎がね。そう、はい、あれもライト線にうまくね。そうですね、落としましたね。ツーベースでした。アウトコース低め、これはいいボールです。得点は7対4になっております。中日が3点リード。高く上がりました。サードのルイスがどうやら落下点のようです。ファールグラウンド。これで3アウトチェンジ、長い攻撃終了、中日7対4です。セコムしてますか？最近セコムのお宅増えたわね。ホームセキュリティのセコム？そう、うちも考えようかと思って。いいけどお高いんじゃないの？それが1日にするとコーヒー1杯分。うん、うちの旦那の小遣いぐらいだ。抑えてんのね、あんたんち。セコムな角には福が来る。セコムホームセキュリティ。評判ですよ。さあ、ゲームはこれから6回の表に入ります。バッターボックスは大砲、そしてマウンド上はルーキーの入り木であります。まあ、山本さん、この入り木がじゃあこの回からどういうピッチングをするか。そうですね、ね、ただね、やはり打たれて2点取られたっていうのは自分の中にあるんですよね。ですから今の初球見てもちょっとすっぽ抜けてますね。はい、あ、このボールが出ればいいんですよね。はい、はい、ただ長嶋監督はこの入木にこう中継ぎとして非常に期待してますからね。そうでしょうね、まあ、オープン戦投げた展開見れば十分中継ぎはいけると思いますね。はい、キャッチャーも杉山に変わりました。入木杉山のバッテリーであります。
これはバックネットを越えます。高橋さん、はい、今投げたこの高めのボールですね、はい、これをどう使っていくかっていう部分ですかね、入り口としては。そうですね、今のはでも狙って高めいってると思わないんですよね、まだ上ずってると思うんですよね。あ、上ずってる。今のボールはどうですか。そうですね、今のボールぐらいからやっぱ低めに投げないといけないんですよね。うん、あれが精一杯ですね、高さしてみれば。はい、スピンのかかった綺麗なボールが放りますからね、ええ、もう少し低めに集めてほしいなって気がしますけどね、はい、それとあの高めに構えましたよね、先ほど打たれたゴメス打たれた、はい、あそこに投げられるようになるかどうかなんですよね、意識してね。あ、吉田さん、はい、横浜スタジアム横浜が同点に追いつきました。6回裏、石井のスクイズで5対5の同点です。おー、いいゲームしてますね。横浜5対5の同点という途中経過です。そしてその他はヤクルトがリード、オリックスリード、そしてダイエーが1点差に追い上げております。近鉄がリード。近鉄ロッテ戦は大阪ドームで行われております。一方、山本浩二さん、このイリキのフォーム、その他バッターから見たタイミングの取り方、その辺はどうですか。こうしてみてですね、ええ、腕が結構低いわけですね、はい、出る場所がですね、他のピッチャー結構低いんですよ。ということは低いところから出ますからね、ボールは見やすいんですよ。ところが入力のいいところはそこから伸びてくるんです、そのタイミングが合わないんですよね。あ、結局フォアボールですが、他の投手とちょっと違うところはそこなんですよ。なるほど ね、ところで今日のゲームは一塁の塁審がマイク・デュミューロ審判であります。29歳、先だっては広島球場で、球審を務めました。この審判は1990年サンディエゴ大学を卒業しまして、ジム・エヴァンス審判学校を入り、やっぱりこれ経歴を調べてみますとね、山本さんね、はい、1年間ルーキーリーグをやり、 1A やり、 2A やり、 3A やり、去年一昨年と2年間は 3A をやってと、で今年、まあ、日本に来ました、はあはあ、来年どうやらメジャーに上がれそうなんですね。メジャーの審判っていうのはすごくその厳しいんですよ ね。メジャーの審判っていうのは本当にその年数も当然ですし、上手くなきゃいかんのですよね。かなり資格厳しいんじゃないですか、メジャーに上がるのに。本人に話を聞きますと、アメリカではですね、3A の時に、まあ、お客さんの数ですが7000人入ったゲームを審判したのが一番多かった。先だって広島球場で2万人で、今日は5万5000入るだろうから僕にとっての新記録だと、こんなことも言ってましたけどね。とにかく揉め事のないようにいいジャッジをしたいと、こう言っておりましたデュミューロであります。さあ、ボール2、ランナーが走りました。しかしファールボールです。カウントワンストライクツーボール。サードのルイスがかなり前進守備です。一塁側に送るバントですが、ファールボール。吉田さん、はい、5回に突然崩れてマウンドを降りたガルベスですがね、あの5回はなすべがなかったと、でボールの勢いには満足しているけれども疲れを感じないまま終わってしまいましたということですね。うん、
なるほど、疲れを感じる前に終わってしまったと。まあね、ストライクとボールちょっとはっきりし始めましたんで ね、ただね、皆さんね、6点取られてなんで早めに変えなかったかと思われる人いると思うんですよ、ところがやはり彼にとって開幕戦、でガルベスはやはり主力のピッチャーですよね、となりますとやはりリードしている時点ではせめて5回までっていうのは当然後々のことまで大事なんですよね。さあ、それと山本さん、今送りバントを見せましたね。初球2球目と送りバント構え、ボール2になってヒットエンドラン、でまた送りバントしましたよね、ということはこの 2-2 からのエンドランというケースもありますよ。なんとしてもスコアリングポジションにランナーを進めようという星の采配であります。こちら星野監督、初めて東京ドームに今シーズン乗り込んできました。なんとか今日からのジャイアンツ戦できっかけをつかみたいというところであります。ランナースタート、空振り、三振ゲッツーか、どうだ、タッチアウト、三振ゲッツー。まあ、ランナーを動かすとこういうケースもあるという ですね。ですから、そのバントのサインからエンドランに2回変えましたよね。吉田さん、神宮球場です、6回の表広島がロペスのタイムリーツーベース、西山のタイムリーで4対3とその差1点差詰め寄っています。続きまして福岡ドームなんですが、6回の裏大栄が秋山のタイムリー、国母のタイムリーで5対5の同点に追いつきました。以上です。いや、各地ともすごいですね、打撃戦が多いですね今日はね、しかも接戦ですもんね。東京ドームのこの3点差というのが一番離れてますかね。ツーアウトランナーなしで増田であります。これ山本さん、どうですか、これ次の回が6回裏がジャイアンツは入木からですから、やっぱり当然代打ということになりますよね。そうすると入木はまあこの回が最後ということになるでしょう。福王、それから向こうが本木です。バットスイング、センターに上がりました。センターは松井です。6回の表が終わっております。東京ドームです。の裏、ジャイアンツが一挙4点を挙げる場面であります。ノーアウト一塁三塁、清水がセンター前に、そしてワンアウト満塁から西、ライト前タイムリー、さらに満塁から河合がライトに犠牲フライ、そしてツーアウト一塁三塁から松井タイムリーヒット、これで4対0、中日の落合がノックアウト。今度は5回の表であります。ワンアウト満塁、立浪、ガルベスが押し出しです。これで4対3、なおワンアウト満塁、鳥越、これが逆転の一打でありました。この増田のスライディングも見事、ここでガルベスがノックアウト、さらに2点が入りまして7対4、3点差がついております。ここまではスポーツ SSK トヨタ自動車とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。7回の裏 MK4 が登場します。まずは松井です。このジャッジには松井が珍しく低いと見たですね。松井はあんまりこういう態度は見せませんけどね。
今年の松井に対しての攻め方っていうのは本当にあの初球のストライク、ファーストストライクとかね、そういう感じに対して本当に変化球って言いますかね、打ち気をそらすボールを投げてますね。確かにね、各投手ともね、ということはなんか自分自身との戦いみたいなものになってきますね。ありますね、はい、これは本当に言えますね、去年よりも約6ミリ長いバット火を吹くかどうか。あー、空振り三振。フォークですね。フォークです、はい、今のあの高さはいいとこですね。いいとこですね、でさ、先ほど言うように本当に初球からも勝負球がどん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 来ますから ね、 こういった三振が結構多いんですよね。あー、そうですね、はい、今年ね、はい、ですか、あそこでぐっと待てるようなその状態っていうのができるかどうかと思いますね、はい、続いて清原登場。今日はまだヒットがありません。三振2つ。引き続きご覧のスポンサーの提供でお送りします。ボール1から2球目。あー、空振り。まあ、日曜日では見事なホームランを打ったんですが、清原はまあ1本出たけど一回りするまでまだまだそんな甘いもんじゃないという気持ちでいます、こう言っております。やっぱり各球団のピッチャーと一回りしないと、あの開幕前にちょっと話した時にそう言っていましたね、だけどやはり積極的に打たなきゃいけないというのも言ってました。甘いボールからね、はい、あまりボールを見るタイプでもではね、どんどんこう追い込まれていきますからね。まあ、去年31本のホームラン、初球打ちというホームランは5本あります。この辺はまあ松井が8本、それから山崎も8本、大砲は9本打ってます。前か相当気合を入れてる感じの清原。ツーエンドワン、追い込んだ中山。こうして見てますと中日のバッテリーは追い込むまではインサイド、勝負球はアウトコースっていう見えてきましたね、今日の攻め方ですね。まあ、この辺高橋さんきっとミーティングで、そうですね、もうとにかく先ほど言ったインサイドを気にさせて外を遠く見させるという形ですもんね。はい、おっと、この辺のコントロールミスというのは中山の疲れではないですね。疲れもありますよね。サイニングは久々でしょう。あ、はい、確かにこの回あの低めに松井君なんか低めに集めたなと思ったんですけどね、こう清原君も追い込むのに低めで追い込んだんですけど、決めるって球がもうみんな浮いてますよね。混じってますね、さあラストボール、これはファウルボールです。松井ダブルプレー、ランナーなし、バッター清原打った、いい当たりだ、大きい、左中間に行った、深いところに入った、清原ジャイアンツ移籍第1号が出ました。まあ、これが日曜日のホームランでありました、少しインサイド寄りのちょっと甘いボールですけどね、初球でした。さあカウント2-3、ワンアウトランナーなし、7回の裏、あっとボール、ボール。この辺ちょっと抑えが効かなくなってますね。そうですよね、いつもなサイニングというイニングがまず初めてだと思いますよね、それでとにかくもう自分しかいないんで、はい、飛ばすという中にもやらなければいけないってところでね、もう後ろがいないところで、ちょっと中山してみれば精神的にものすごくきついと思うんですよね、だから結果を気にし始めたらちょっと怖いなという気がしますね、さあそしてルイスはこう言います。今少しずつ巨人の一員になりつつある、こういう実感を持っているというルイスであります。初球はストライク1、
そしてこのルイスはとにかく打つ方向はセンターから右、バットのスイング軌道もインサイドアウト、これを常に心がけているそうですね。ボールを見るということはありますね、ですからグッと引きつけて打つというタイプのバッターですよね、はい、145キロのスピードガンですがアウトコース高め外れました。42球を投げております。そして5回からマウンドに上がりました。3イニングス目であります。高橋さん、はい、ちょっと甘く来てるんですよね。そうです、ボールはかかってると思うんですけどね、少しずつ上ずってますからね。ちょっとですから中日サイドから見ると怖くないですか。まあベンチではもう何とかしてくれって形ですよね。もうこうなったのもゆっくりですね、急ぐことないですよね。もう投球間隔を空けてゆっくり気持ち整理して投げてほしいですよね、はい、追い込んでいます。ライト線マーク流したルイス、二塁を回った、一三塁という形ができた、ワンアウト。ルイスがあの方向のヒットは初めてですね、だけどこれがルイスの持ち味だと思うんで、追い込まれてからのね、これねこれフォークボールかなんかでしょ、そのグッと溜まって右に持ってきましたよね、はい、これ引っ張るバッターだったらこれはサードゴロとかショートゴロのボテボテっていうケースが多いんですけどね。さて星野監督出てきましたね。